県内のあらゆるサッカー情報を伝えるキックオフ福井です。9月に開幕した全国高校サッカー選手権の県大会、はい、冬の高校サッカーとして全国大会は選手たちにとって夢の舞台です。はい、いよいよ始まりましたね、はい、さあ今日はその1回戦に注目します。福井高専と敦賀気比の試合にキックオフ。県内27チームの高校で競う全国高校サッカー選手権福井県大会、9月21日から始まったトーナメント戦、1回戦は福井市と堺市の2つの会場で合わせて12試合が行われました。このうち延長戦までもつれる試合となったのが福井高専と敦賀気比の対戦です。5月の高校総体福井県大会で1回戦敗退だった敦賀気比は初戦突破を目指します。立ち上がり最初の本当入り5分10分で最初先制点しっかり取れるんなら、まあ、それに越したことないから、そこで 100% つけるな、本当そこをしっかりやること。一方福井高専は得点することができず4失点と1回戦敗退でした。もう今日は3年生がどれだけ声出せるか、いいかな、あのチームの中で、あの練習の中で出した声以上のものは出ないよ。けど今日の試合は全員で一丸となって勝ちに行くよ、いいか、はい、行ってこい、よし、はい、行ってこい、試合は赤のユニフォーム敦賀気比優勢で進みますが、青の福井高専のキャプテン田川選手中心に堅い守りを見せます。前半は互いに譲らず0対0、それぞれのベンチで監督から指示が飛びます。もうちょっと広く広くで、相手が広がったら本当に縦あの中行けばいいけど、今は相手が結構中だいぶいるのにちょっとなかなか無理やり行ってるし、な先制でしっかり取るな、はい、まあ、そんな簡単にいかんけどしっかり、ここまずここ、このスペース相手高いんやからな、このスペースこっからここ入っていこう、ポケット入っていこう、そしたら今日さっきもあったよね、あの早田からここ一本な、中な、試合が動いたのは後半26分、右サイドから崩した敦賀気比がゴール前の混戦をものにして先制します。失点した福井高専のキャプテンがみんなを鼓舞、チームが一丸となって掴んだフリーキックのチャンス、弾いたボールを斉藤雄星選手が落ち着いて決め同点とします。同点に追いつこうっていう気持ちでやってました。いいボール入ってきてキーパーこぼして決めれて嬉しかったです。前後半合わせて80分で勝負がつかず、今大会初めての延長戦に突入。お互いに決定力を欠く中迎えた延長後半2分、敦賀気比の久保颯太選手が勝ち越し点を決めます。みんなにつないで最後まで諦めず追加点取れたのでよかったです。さらに延長後半8分、敦賀気比が追加点を決め3対1とします。これで試合が決まったかと思われた試合終了間際、諦めない中で迎えた延長後半10分、菅原隼人選手が飛び込みながらシュートを決め1点を返します。いいボールが来たんで、あとも触るだけで良くて体が反応できて良かったです。最後まで頑張ろうかなって気持ちで決めました。追い上げもここまで、試合は3対2で敦賀気比が逃げ切り初戦突破を果たしました。
このチームね、あの3年生中心にずっと頑張ってきていたチームですので、まあ、3年生たちがね、あの、まあ、この試合で、まあ、高専のチームは残ってますけど、高校のチームとしてはね、これで引退なので、あの最後もう本当はもうね、1点取って PK にまで持ち込んで、ね、番狂わせしたかったというところですね。そういう気持ちを持ってやってきたのが、ね、あと1点惜しかったです。この高専チーム全員が声出してやって、なんか雰囲気よくできて、勝ちたかったけど諦めず全員がやってよかった。なお、敦賀気比は19日のベスト4をかけて慶心高校と対戦します。はい、両校の諦めない気持ちというものがぶつかり合っていましたね。そうですね。はい、もうこれだけ、3年間の集大成ですからね。はい、あの惜しくも敗れたこの福井高専ですけれども、この延長後半での最後の1点というのがやはりこの意地というものが現れていたような気がします。特に思いこもってましたね。はい、でこの、 あの映像中にもあの声援が飛び交っていましたけれども、この選手の皆さんだけでなく指導者、そして保護者の皆さんの熱い思いもこもっているのがこの冬の高校サッカーというわけです。はい、そして敦賀気比もここからこうどこまで勝ち上がっていくのかっていうのが、ね、注目したいところでもありますね。これも見ものになります。はい、さあ、その接戦をものにした敦賀気比は2回戦で金津高校に2対1で勝ちまして、ベスト8に駒を進めています。さあ、どこまで勝ち上がるのか注目していきたいです。はい、さて、モニターにもありますが、ここでベスト4をかけた準々決勝のカードを紹介していきます。さあ、まず1つ目、7年連続35回目の全国出場を目指す丸岡。はい、第1シードで準々決勝からの登場です。強豪校です。対するは越智です。3年生は引退していまして、1、2年生だけのチームになります。1回戦ではニュー高校を相手に10対0で勝利しました。はい、さあ、続いて第2ブロック、敦賀気比は第4シードの慶心と対戦します。慶心は夏に鍛えたチームワークで優勝を目指します。さあ、こちらのブロック参りましょう。7年ぶりの全国出場を目指すのが北陸です。対するは6月の高校総体で準優勝だった福井工大福井、注目チームです。こちらは初優勝を目指しています。はい、そしてラストの組み合わせが藤島。こちらは1、2年生だけの藤島と2度目の全国出場を目指す福井商業の組み合わせとなっています。はい、さあ、ここからどのようにこう勝ち上がっていくのか、接戦が見られるのか、どこが勝ち上がるのか、はい、優勝するのか、はい、楽しみですね。そして試合のスケジュール、こちらです。準々決勝は今月19日土曜日、そして20日日曜日、日東振興スタジアム丸岡で、準決勝は今月27日日曜日、テクノポート福井スタジアムにて、そして決勝です。決勝は来月3日、はい、日曜日ですね。こちらもテクノポート福井スタジアム、福井スタジアムで行われ、FBC テレビでは試合の模様を実況生中継で お届けします。はい、この冬の高校サッカーは野球でいう夏の甲子園ですから、はい、勝ち上がってくるのはどのチームか目が離せません。はい、